ニミッツ。ニミッツは、アメリカ海軍の航空母艦、ニミッツ旧航空母艦のネームシップ。艦名は、チェスター・ニミッツ海軍元水、元太平洋艦隊司令長官、元海軍作戦部長にちなんで命名された。映画、ファイナルカウントダウンに出演したことで有名である。ニミッツは1968年6月22日に、バージニア州、 ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港する。1975年5月3日に、ジェラルド・アール・フォード大統領によって区分マイナス68として委任され、1975年6月30日に CVN マイナス68へ監種変更された。収益後、1976年7月7日に、初の地中回展会を行う。この配備は、 アメリカ海軍の原子力艦による初めての地中海配備であった。配備が完了すると1977年2月7日にノーフォークに帰還した。1977年から78年にかけて行われた2度目の配備も平穏無事に終わったが、1979年9月10日に開始した3度目の配備では、翌1980年にイランのテヘランでアメリカ大使館、 人質事件が発生し、人質救助作戦に参加したものの、作戦はイランの砂漠のランデブーポイントでヘリコプターが墜落し、失敗に終わった。ニミッツは144日間の会場任務を終え、1980年5月26日に帰還した。1981年には、搭載機の f 1 4イトムキャットが地中海のシドラ湾上で、 リビアノス -22 戦闘機を撃墜しているシドラワン事件。また同年 EEA-6B プラウラーが着艦事故を起こし、乗員14名が死亡、45名が負傷している。1986年12月30日に地中海へ向けてバージニア州ノーフォークを出港。4ヶ月にわたって多くの港を訪問した後、ニミッツは地中海を離れ、 赤道を越えて、リオデジャネイロを訪れた。その後、ホーン岬を回って、太平洋入りし、カリフォルニア州サンディエゴに停泊し航空団を下艦させた後、1987年6月30日に、新たな母港のワシントン州ブレマートンに到着した。1988年のソウルオリンピック開催時には、韓国近海で第七艦隊の空母ミッドウェイと共に、 警戒の任にたたった1988年10月29日には、北、アラビア海で、アーネスト・ウィル作戦に参加している。その間の11月30日、作戦活動中に搭載した 20mm 砲が、誤射され、メンテナンス中の A-7 コルセアに命中する。6機が炎上し、2名が負傷した。この2人は1名が11月30日に、 もう一名は12月2日に死亡した。1991年2月25日にブレマートンを出港し、湾岸戦争でレンジャーと交代して任務に就く。任務完了後8月24日に帰還した。1993年にはキティホークと交代して任務に就き、サザンウォッチ作戦に参加した。1996年3月、 ニミッツは1976年以来初めて台湾海峡を通過したアメリカ軍艦艇となる。台湾海峡では中国人民解放軍によるミサイル発射訓練に対応して偵察を行った。1997年9月1日にニューポートニューズへ向けて世界一周の巡航に出発し、その途中9月21日にアメリカ海軍横須賀基地に入港し一般公開を 行った。ニミッツはニューポートニューズで2001年6月25日まで燃料防空間及び近代化改装を行った。内容的にはラムの増設やマストのステルス拡充化等が実施されている。2001年11月13日にはカリフォルニア州サンディエゴに母校を変更している。翌2002年1月にノースアイランドの 海軍航空基地で4ヶ月に及ぶ成長後の信頼性試験を行う。2003年4月中旬にニミッツはエイブラハムリンカーンと交代してペルシャ湾入りしイラクの自由作戦に参加した。その後11月5日にサンディエゴへ帰港し定期メンテナンスと修理に入る。2005年5月にペルシャ湾に配備され11月8日には帰港している。 2007年3月16日、テッドイヌブランチ艦長に代わって、マイケル・マナジール大佐が艦長に着任した。ニミッツは2007年4月2日午前9時50分に、アラビア海での6ヶ月の配備に向けて、サンディエゴのノースアイランドを出港した。7月2日にインドとアメリカ合衆国の相互防衛協力に基づき、インドのチン内に到着した。乗組員はチェンで、 新前行事に参加し、その後7月5日にピンクニーと共に、チェン内を出港、ペルシャ湾に向かった。ニミッツは2007年9月30日に、ノースアイランドへ帰還した。2008年2月9日に、日本へ向けて航行中、日本近海にて、ロシア空軍の爆撃機ツポレフツ -95ms から、艦艦上空 600m を飛行する挑発行為を受ける。 3月5日にも韓国防空識別区域、コデスに領空侵犯したスポレフ爆撃機が韓米合同軍事訓練中のニミッツを偵察している。2008年2月11日に佐世保に寄港する海藻工事に入る横須賀を母港とする空母キティホークに代わり西太平洋に展開するためとされる護衛艦,艦艇はキティホークの 第15駆逐戦隊が随伴した。日本帰候は2度目、佐世保へは初帰候であった。2009年8月24日に横須賀基地へ気港した。日本への帰港は1年6ヶ月ぶり3度目で、横須賀への帰候は12年ぶり2度目となった。横須賀を母港とするジョージ・ワシントンが南太平洋方面での演習、作戦公開により出航しており、 西太平洋方面の空母空白を埋めるため、同方面の警戒任務についている。8月26日には、乗組員のボランティアが、横須賀三笠公園にある、記念館、三笠の清掃、塗装を行った。これは、本館の名前の由来であるチェスターニミッツ元水が、太平洋戦争、大東亜戦争後に荒廃していた、戦艦、三笠の復興に貢献したことにちなんでいる。 2015年1月より、本艦は16ヶ月に及ぶ、能力向上付与による、改装工事、ラピアに先立ち、ピュージェットサウンド海軍造船所に入居するため、キトサップ海軍基地に母港を移した。2019年1月頃に、エバレット海軍基地に復帰する予定。2017年11月12日、日本海において、空母、ロナルド・レーガン、 セオドアルーズベルトと海上自衛隊の護衛艦伊、伊勢、稲妻、牧並ほか艦艇数隻と日米共同訓練を実施した。ニミッツ旧航空母艦の艦令はアーコによる大規模艦令延命により約50年とされている。すでに40年を経過しているニミッツは後継艦として2024年頃に収益する予定であるジェラルド・アルフォード航空母艦の2番艦。 ジョンカイ・ケネディによって取り替えられる予定である。ニミッツは第11空母打撃軍の機関であり、第11空母航空団を搭載する。打撃軍は第23駆逐戦隊を含む。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。